まだ僕リラスジオです。今回もライフイズストレージスプレッシティとブッカス、それでサトシ君。ですね、前回はですね、この前におるキャシディっていう女の子とちょめちょめしましたね。で、ショーンが卒業するというね、童貞をね、ショーンが一歩大人になりました。で、何フィン、おってん、フィン。こいつの、この人の、こいつって言ってた。このキャシディのなんか彼氏っぽかった人。でも彼氏じゃなかったけどね。で、そのフィンが、ダニエルを連れてこの薬物農園の金庫を奪いに行ってんねんね。で、俺らはそれを止めに行くという話です。それではサトシ君、マジ俺のダニエルをな、あいつ俺に許可なくダニエルと一緒に行ったからな。ダニエル今すげえ反抗期になってるからな、やべえよ。どこにあるんや薬物農園。ここか、だいぶ近いやん。なんかさっき来る何だっけ、先に車を奪わねんな、駐車場に向かって。信じらんねえよ、10分20分目離しただけでこんなことになるなんて。し、うるさいよ、ビッグジョーに見つかる、ゲートは開いてる、このまま進もう、急いで。10分20分って早くね。吹っ飛ばされてる。やっぱりな、ダニエルか。足が欲しいね。早くない10分20分って。1台ない。卒業するの見て、出てった後、くそ、気づかれなかったか。私らもうまくやらなきゃ。だから目立たないようにライト切ってこっそりね。トラックを頼んだよ。うわ、これ見つかったらあかんのか。あ、ってこと、何したらいい。トラック鍵取りに行かなあかんよな、多分開いてないやろ。あ、これキャシディに目が行くようになってる。今回車のドアを調べないと。急ごう。あ、ビッグジョーの家、あいつはすぐそこだ。なんつう計画だよ。急がないと。調べた、ドアはロックされてる。そりゃそうか、何か手はあるはずだ。その辺を探ってくれ。こっちは？あかへんな。やっぱりな、もう一つのドアを調べよう。そんないけるかな、ドアで。絶対開いてないと思うんやけど。開いてないよね、やっぱり。やっぱり車か。なあ、どうしたくない。ドアは全部ロックされてる。うん。でも車は絶対必要だ。だからあのトラックを動かそうと思う。マジなの？父さんは整備士やっててさ、念のためって配線のいじり方聞いたことあるんだ。君ってどんだけ引き出し持ってんの？他の車は壊しちまおうぜ、追ってこれないように。その案乗った。じゃあ道具を探そう。でも音を立てないようにね。選択じゃなかった。なるほどね。道具絶対ここにあるよ。熊の頭蓋骨、どんなもんいたの。なんでライト出すん、バレるで。ドライバーいるやろ絶対。ダクトテープなんかいる、あるから一応持ってとく。あ、持ってけ。ダメだこりゃ。ね、ダメだこりゃ。調べる。ここドライバーで開けるんかな。うわ、こじ開けるって出た。こっちは？何にもないか。うわ、こじ開けていいんかこれ。音鳴るよね絶対に。金属のパイプいる、うん、なんかよし、戦いよ、もしかして戦おうとしてる。殺虫剤、やべえな。だからこの辺は動物がいないのか。ネズミ殺虫剤じゃないな。ロッカー調べる。
っと、もうここでは働けないね。これどのこと、本当にクソバカだ。どの車動かしたいんや俺。この車に乗りたいねんな。でこっちの車はパンクさせとけたらいいんかな。いやこれこじ開けるは絶対あかんと思うねんな。ちょっとこのボンネット開けたらなんかある？開かへんか。うわこれどれかこじ開けなあかんぞ。うわえあライトついたんか思ったやん。ビビらせんなよ。うわーどうしようこれ。タイヤをダメにしとかないと。そうだね。あタイヤでいいか、タイヤでいいか。パンクさせよう。ドライバーで、ドライバーで刺さる。そんなタイヤって軽くないよ絶対。よしやるぞ。どんな割に臆してんねん。全部のタイヤパンクさせとこう。オッケー。早くダニエル迎えに行かな。オッケー。前だけでいいかな。よし楽しくなってきた。これであの野郎も追いかけてこれないな。やった方がいいんか後ろも。オッケー。これもう3つタイヤパンクさせたら大丈夫かな。どうなんやろ。全部やった方がいい。一応やっとくよ。一応なんかやっとかなやばいっぽいし。で絶対ドライバーで刺さらんと思うけどな。そんな簡単に空気抜けとったら壊ない。だってちょお前ガシャガシャやんなって。あオッケー、ボンネットいじらんでよくなった。うわこれこじ開けなあかんのか。あかんっぽいね。こじ開けな。トラックに乗ってエンジンかけないと。早くテントに戻りたい。こんなとこ痛くない。荷台乗り込む。オッケー。絶対なんかあるぞ荷台に。アイテムほらなんか使えそうなものは。読み取ってよかった。使えるものはねえのかよ。ねえのかよ。なんでこっから入れないか。おいいよ。くそ無理か。おドライバーで開けれるやん。よかった窓ぶっ壊さんでよかった。ん？え、リンゴ。よしこれこじ開けるじゃないやろ。普通にさ回して開けれるやろ。やった。オッケーいいよ。ナイス。一回降りてちょっとあの金属の箱なんなんやろ気になるよな。キャシディまだいるか。慌てないで。あ、ここ開けとく？ちょっと何？中にキーがあるかも。そういうことか。いや、別にキーいらんやん。ここは？どうやって開けりゃいい？これ開ける必要あるかな？俺だってもう入れるもん、車の中。開ける必要はないね、絶対。乗り込もう。はい、スキップ。ドアを解除する。いけるよ。手の伸びるやろ、そんぐらい。もうちょい。ナイス。え、開いた。あれで開いたんか。よし、いいぞ。で、キャシディ、まだいるか。キャシディ、来い。待てないで。入る。オッケー、入れた。キャシディ、これ完璧ちゃう。やったぞ。まだだよ。もしビッグジョーが。あいつは。寝てるよ。乗って私が運転するから。これいけるよね。え、鍵いる。鍵やるか。え、これ配線いじってくれるの、ね、落ち着いて。ショーンががんばれ。やったショーン、すごい。ミス。いや、ふかしすぎ。こりゃ常習犯だね。オッケービッグジョー寝てんのか。オッケー、バレてないよ。金属の箱とか開けんでよかったよね絶対。
開けた方が良かったんかな、わかんない。それは神のみぞ知る。だってこじ開けるやったから開けたら絶対音鳴るからな。あいつダニエルをいいように使いやがってよ、フィン。最悪の展開だね。だな、早く終わらせよう。死ななきゃいけない。いけるか。やめてよ、きっと全部うまくいくからさ。今夜はそう思うんだ。ああ、キャシディ死ん、今夜で終わりになんかさせない。最後、まだ間に合うかもしれない。誰か死にそう。今の死亡フラグやん。死亡フラグビンビン。誰も死なせへんぞ。フィンのやつ暴走してる。前もこんなことあったのか。こんなひどいのは初めてだよ。なんで今。めっちゃ荒らされてるやん。ダニエルを金の卵だと思ってる。欲に目がくるんで。うわ、おかしくなった。メリルに聞かれてなきゃいいけど、捕まえないと。うわ、あいつ、ここからか。これ、ここから行っていいんかな。普通に正攻法で前から正面突破行くぞ。メリル、メリルじゃない、誰だ。急げよ、あいつらが祝辞。君と私なら大丈夫、約束する。どうして。メリルに捕まったらただじゃ済まない。冬は悪知恵だけは働く、逃げられるはずだよ。分かってる。監視カメラ、よし。とりあえずメリルには気づかれない。いや、こっちから行かなあかんや。ほんなら、え、右から物音してんけど。ちょ、ライト消せよ、お前。中覗けへんの。フィン、ダニエルに何かあったらぶっ飛ばしてやる。フィンたちはどこにおるんやろ。なんもないね。オッケーオッケー、とりあえず裏口まで来れた。監視カメラない？ないね。今夜はいろいろありすぎる。さっきキャシリーと過ごした時間が嘘みたいだ。いちいちしたのにな。なんもないか。こん中入るでよ。あ、違う。あれ？どうしたらいいん？これ、こっから。あれ？あれ？あ、普通にこっちから入んの？え、え、いいんこれ。近くにいるはずだ。痕跡をたどれ。え、いいんこれ。監視カメラ思いっきり映るけど、ここしか入るとこないんやけど。え、おるやん。え、ちょっと待って。あ、開けよ。はぁ、おい、ビビらせんなよ。うるさい。あんた何してんの。散々話したでしょ。やばいなこれ。メリルが起きちまうだろ。フィン、今すぐやめろ。そんなこと言うなよ。正気か。ありえないだろ、子供を使うなんて。しかも9歳だよ。頼まれたんだよ、強制してね。バカか。だからって巻き込むか。普通バカじゃないの。こいつは大人だ、危険も承知だよ。なあ、聞いてくれ。目の前に大金があるんだ。いやずらかるまで5分ありゃ終わる。それでここを出たら俺のことは忘れてメキシコに行けばいい。絶対成功する、信じろ。ダメ、しつこいよフィン。メリルがそこにいんの。寝てるって。洗濯来るかな。気づきはしない。このバカ。僕はやりたい、メキシコに行くために。うわ、来るよこれ。洗濯来るよ。来た。あーん、うーん、チュポチュポチュポ。はい、ダメ。これちょっとやるバージョンはまたやるけど、ちょっと今回はね、いい子に育てたいからね、絶対やらん。やらんでいいよな。俺間違ってる？やった方がいいん？これって。
いやダメ。何度聞かれてもダメだ。ショーン、うん、頼むぜ。話は終わりだ。来いダニエル。やだ、行かない。でも言うこと聞かんやろな。こいつと。うるさい。行くぞ。ほら。もううんざりだ。やばいって。ずっとこいつとベタベタしてさ。お前が悪いんだ。え？僕の邪魔するな！いや、正気か。この。うわ。貴様ら何をしている？やばいって。やばいよ。うわ。動くな。待って。何してる？これで全部か？はい、そうだよ。よし、そっちに並べ。いや、やばいってこれ。ほら。メリル。ボス、誤解だって、俺ら。黙れ。貴様の戯言を聞く気はない。やばいよ、これ。いや、最初からこうするつもりだったのか？しばらく働き盗みに入る。哀れな。で、リーダーは誰だ？いや、聞くまでもないな。フィン、やばい。貴様らに仕事と寝床を与えたのは誰だ？フィンのバカ、だから言って。黙れ。いや、やばいってこれ。これが貴様の感謝の仕方か？いや、いやいや、そういうわけじゃない。いや、お前、お前もだぞ、ショーン。子供を巻き込むとはクズの極みだ。盗みまで教えて。泣ける兄弟愛だなあ。さて、こんなことをされて見逃すわけにはいかん。どうなるんこれ。わかるな。人は過ちから学ぶという。だが学び方もそれぞれだ。厳しく行こう。よし、膝をついて手を頭に回せ。やめてください。あの、お願いです。その話を。黙れ。膝をつけ、今すぐ。やばい、射殺される。いや、なんで選択くんのこれ。いや、これちょっと待ってください。いやー、話し合う、話し合える状況じゃないよねこれ。メリルからしたら従った方が良さそうな気はするけど。従うか。従え。大丈夫だ。これでいいでしょ。メリル、やめろ。いや、お前、膝ついて。これ以上調子に乗るな。いや、やばいって。ダニエル、いや、分かってるな。じっとしてろ。いいから膝つきなって。ああ、膝つけ。今すぐだ。フィン、やめろ。やめろ。動くんじゃない。間違いやった？これ。ここの取引先は極悪人なんだ。ここの損失は奴らの損失。償うのは私。私が消されたら家族が困るんだ。いや、だ、なん、どうなんのこれ。貴様らをこのまま野放しにはできない。そう。うわっ、また来るこれ。いや、もうやめて、そんな。あはは、マジの好き。ちょっと待ってくれよこれ。いや、もうこれやるしかないな。やるしかない。やれ。いや、もう分からん。うっし、逃げろ。はずれ。うわ、まだ持ってた。クソガキ。シャーン。え、うわ、やばい、やばい。いや、うわ、うわ。やばい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 、やばいってこれ。何も、やばいよ。でも誰か死ぬ。
んで英語また。いや、これ誰も知らんといてほしい。とりあえず。ね、なんで英語なん音声。日本人の声優じゃなくなるのやめて、急に。いやー、これミスったかな。どうなったん。なんでそんな爽やかな音楽流れ出すん。ちゃうやろ。うわ、これエピソード3終わりですね。どうなったん。誰か倒れてんねんけど。え、みんな死んだ、もしかして。ゲームオーバー。これ誰。え、死んだ、ミリルだけにして。え、キャシディも死んでる。待って、嘘やろ、やり直したんやけど。嘘やろ？死んでる？これ。いや、待って。いや、足動け、足動け。あ、フィンも死んでる。お前のせいやん。え、死んでんのかな？これ。気絶？死ぬ要素あった？だって。お金。金取ってるやん、結局。ショーンとダニエルだけの姿がない。え？これ誰？え、これ誰？ショーン？え、俺死んだん？ショーンや、これ。え？え？え？は？え、え、え、目にガラス刺さってる？え？え？ちょっと待って。え、終わったん？これ。ゲームオーバー？あ、続くね。To be continued。え、二人、全員死んだんかな？いやー、ちょっと待ってくれ、これ、マジか。ちょっと待って、もう、これ、選択ミスった？え、終了。どうなったん、これ。他の人のためにコーヒーを放置。強盗計画に反対。ああ、みんな反対してんね。フィンと友達のまま。フィンとキスをした。気持ち悪い。あ、気持ち悪いとか言ったらあかんけど、ごめん。狼の盾を入れた。湖に行き、キャシディと一緒に泳いだ。キャシディを怒らせなかった。うん、怒らせなかったね。キャシディにキスをした。キャシディのテントに入った。うん、55%。ビッグジョーに気づかれずに車を盗んだ。あ、ビッグジョーを起こしてしまい、追ってこられた。まあ、フィンとダニエルが侵入した後、メリルの事務所に侵入した。メリルの金庫から銃を取った。あ、銃あったんや。メリルより、あ、キャシディが怪我をしただけや。よかった。マジよかった。力を使うようにダニエルに指示し、フィンは殺されなかった。メリルを撃ち、フィンは殺された。あ、誰も死んでないんかな？何もせずフィンは殺されなかった。何もせずフィンは殺された。これが一番辛いよね。殺されてたかもしれん。キャシディが怪我をした。ダニエルは朝あなたを待った。ちょっと待って。ダニエルが力を使って怪我をし、怒りを爆発させた。あ、
大体が 86% これってほぼこれやんじゃん。うわ、ダニエルはおとなしくしていたがフィンが死ぬと怒りを爆発させた。フィンは射殺され、ダニエルはあなたに対して怒りを覚えた。いや、これ結局どうなったんですか、どうなったんですかね。これ次回予告見して。うわ、これどうなったの。ここまでだ。逃げられないぞ。旅の終着点だ。何、もう逃げ道はない。刑務所じゃ警官殺しは歓迎されるぞ。待って、別れたん、ダニエルと。お前はもう一人だ。え、なんでなんでなんで、ダニエルは、まさかの、マジ。え、マジかよ、これ砂漠ですね。エピソード選ぶ進行、次のエピソード4は、はい、今回こんな感じですね。うわ、エピソード3やばかったな。え、とりあえず多分誰も死んでないっぽいけどね、大丈夫なんかな。まあ今回こんな感じで終わろうと思います。皆さん今回ご視聴ありがとうございました。以上、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。